夏は恋の季節って言いますよね。ですが、ビーチやリゾートでの出会いって、クラブやバーでの出会いと同じで、一夜限りなことも、そのため、遊ばれちゃったらどうしようと不安になり、積極的になれないこともあるかもしれません。ですが、一夜限りの関係は、決して悪いことばかりではないようです。アメリカ、ニューヨーク大学の研究によれば、一夜限りである、カジュアルセックスによって、心が穏やかになり、自分に自信が持てる可能性があることが明らかになりました。一体どういうことか、学術誌、ソーシャルサイコロジカル&パーソナリーに掲載された研究から、紹介したいと思います。カジュアルセックスの心理。適効果371名を対象に1年間にわたる性行動とその後の感情に関する調査を行った結果、カジュアルセックスによって、もやもやとした不安な気持ちがなくなり、心が穏やかになることが明らかになったんです。また、自分に自信が持てるようになることも明らかになりました。カジュアルセックスが優れているわけではない。とはいえ、これはカジュアルセックスだけにある効果ではありません。大好きな恋人との愛のあるセックスにも、この効果は存在します。つまりは、セックス全般に認められる心理効果なんです。なので、カジュアルセックスに否定的な人が、無理やりカジュアルセックスをする必要はないんです。とはいえ、カジュアルセックスにもポジティブな心理効果があるため、それを期待するのであれば、否定する必要はないのかもしれません。いかがですか？一夜限りで愛のないセックスには否定的な意見もあります。道徳的、倫理的なことは別として、心理的な効果としては、それを楽しむことは悪くなさそうです。